ジョゼフ・スタラールトは、ベルギーの画家である、フラー・ブラバント州のメルシュテムに生まれた。父方の祖父は詩人であったが、両親は商人になり、スタラールトも、父親の意向で商人の仕事の見習いとして、働き始めた。たまたま雇い主は、風景画家のエドモンド・デ・シャム・フェイリーの親戚で、雇い主の援助を受けて、絵の勉強を始め、デ・シャム・フェイリーの推薦で、ブリュッセルの画家、 フランソワ・ジョセフ・ナベスのスタジオで学ぶことができた。父親が亡くなった後、仕事を辞め画家の修行に専念した。1839年9月にフランソワ・ジョセフ・ナベスが校長を務めるブルッセル王立美術アカデミーに入学し、ナベスの指導を受け、1844年に風景画で賞を取り、翌年は歴史画の賞を得た。 1849年にはイタリアへの留学資格の得られる賞を取り、1952年までイタリアに滞在した。イタリアではフランスのローマ賞を得て留学していたアレクサンドル・カバネルと親しくなり、バチカン宮殿のラファイロの間の壁画作品を研究した。ナポリも訪れ、ポンペイの遺跡も訪れた。1852年にブリュッセルに戻ると、 ブリュッセルの視聴者の壁画を描き、トゥルネーの美術学校の校長に任じられた。1865年にブリュッセル王立美術アカデミーの教授に選ばれた。1895年に1881年からアカデミーの校長を務めていたジャン・フランソワ・ポルテールが亡くなった後、アカデミーの校長に選ばれ、3年間その仕事をし、 彫刻家のシャルル・バンデルス・スタッペンにその職を譲った。すでに、ブリュッセル議会の定める、定年の70歳に達していたので1900年に、引退した。死のフランソワ・ジョセフ・ナベスから続いたベルギーにおける、新古典派、アカデミック美術を代表する画家の最後の一人とされる。1880年以降は、アカデミーの学生の多くは、アカデミックな美術から離反していくことになった。 スタラーアルトに学んだ学生には、ジャンデルビル、ジェームズ・アン・ソールらがいる。ありがとうございます。